2018年明けましておめでとうございます。ということで、はい、テレビ番組を切る恒例の新春スペシャル、うん、なんと今年は例年と違ってね、はい、この2人でお送りしたいと、はい、で、あのテーマの方はお笑い、はいはい、まあいつもはね映画の話をしたりしてるんだけど、はい、今回はやっぱり得意分野ということでね、はい、うん、でまあ近頃はいわゆるテレビの全国ネットお笑いコンテスト花盛り、はい、うん、ようやってますね、うん、まあ R1 グランプリ、はい、これが、カンテレ制作で2月ね、はい、去年はねアキラ 100% が、はい、あの裸芸で撮ってしまった、裸芸が多いですねここね、あの R1 特にね、はい、うん、その前の年がハリウッドザコシショウやったから、うん、で500万円を、はい、手に入れて、うん、ね、特別番組も作ってもらったりなんかっていうことで、うんうんうん、でも1年間また新たなネタも開発しながら頑張ってるよね、はい、頑張ってますね、うん、結局ねああいう出方してしまうとね、うん、どこで普通に戻るかっていうのが難しい部分で、うん、で普段のトークがねどんだけできるかっていう話になってくるんだとは思うんですけどもね、うんうんうん、この間生番組にたまたまアキラ 100% が出てて、うん、でおわんプッとひっくり返すじゃないですか、うんうん、あれでもこうね今録画機能は完全にあるわけですから、そう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 、録画でゆっくりコマ送りとかで見たら見えるんじゃないのって、うん、ずっと気にはなってたんですよ、うんうん、でこう横から正面に出てきて、うん、でお盆をプッとひっくり返すときにこのお盆する前にちょっと股間をポッと触ったんですね、うん、それで僕分かったんですけど、うんうん、あの大事なものを股に挟むと、あ、なるほど。で、ちょっとこう、ゆっくりになっても、実際が見えてないという形になるんで、うん、あ、こういうことなんやなと。あ、うん、ちょっと嬉しかったと。なるほど。で、まあ、ヘアは綺麗に剃ってりゃええ、ね、そうですね。もう見えないですからね。あ、うん、まあね、だからね、いわゆる前張りを張ってるわけじゃないと、はい、ね、挟んで隠すという、うん、この技で、はい、なんとかやってるっていうね、はい、うん、でそれから、9月には、はい、これ MBS 制作で歌ネタを、はい、で去年は藤崎マーケットがね、はい、うん、取って、まあ、賞金は300万円、うん、頑張ってますねこの藤崎マーケットね、ね、うん、行ってきらららら、いでね、そう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 、うん、でそれからちょっと一発屋になり下がった感じだったけど、やっぱりもともと漫才しっかりしてるから、うん、そうですね、関西ではしっかり出てはりましたしね、うん、ちゃんともうラララと違う漫才をしっかりやってはりましたからね、うんうん、でまあ歌ネタではやっぱりね、はい、もう一回っていう、でそれから、うん、キングオブコント、はい、これが10月 TBS で、はい、昨年は、うん、優勝は、かまいたちです。ここも長いですからね。でも、より売れたのはニャンコスターでした。すごいですよね。ねえ、的には何が面白いかなと思う部分もあったりはするんですけれども、うん、まあそういう部分じゃないですからね今はね、うん、まあ、一発当たればね、そうなんですよね、あれを続けるのが大変だと思うんですけれどもね、でもニャンコスターのネタはね、うん、はい、まあ縄跳びがフラフープに変わっただけで、うん、あれ以上やりようないよね、ですよね、だからもうそのネタじゃない部分で勝負ですよね、普段のトークであったりとか、そこが面白かったら使ってくれるわけですから、うん、で、はい、早くもねそのクイズ番組に、はい、あのニャンコスターの女の子の方がね、うんうん、アンゴラ村長が出たりなんかもしてんねんけど、はい、まあそんなに足跡を残すこともなく、うん、でそう考えたら今年結構早々と消えてしまうやも、頑張ってほしいですけどね、せっかくなんでね、そうね、はい、でそれから M1 グランプリが、はい、これ12月上旬、はい、ABC、はい、ね、まあ、これが一番老舗なんだけど、はい、去年はトロサーモン、はい、もう最後の年やったっていう話ですから、よかったなとは思うんですけれどもね、うん、審査の基準っていうのも難しいんでしょうけど ね、個人的にはね和牛の方がね、はい、ハマった気もするし、うん、やっぱり人間のことなんでね、うん、やっぱり好き嫌いがあったりとか感情があったりとかっていうのはもう絶対あるじゃないですか、うん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 、となったらもう全く関係のない観客に投票権だけするとかってなってくると結果はだいぶ変わってくると思うんですけどね。なるほどね、うん、まあ M1 グランプリでも、はい、ここのとこはね審査員7人の投票ということで、去年は上沼恵美子さん、松本人志さん、博多大吉さん、春風亭小朝さん、はい、中川家の礼二さん、はい、渡辺正幸さん、オール巨人さんと、うん、
なかなかの大御所を取り揃えてはいるんだけど、はい、ただそれだけにね、うん、今の若い子たちの感性を代表してるとは言えないし、ね、で普段やっぱりそういう若い子たちにドッと受けてもらうためにこうネタを作ってきてるっていうのもやっぱり多いんで、うんはいうんはい、心当たりね、うん、オール巨人さんに受けるためのネタっていうことになってくると難しいかもしれない、うん、しっかりとした漫才ができてるかどうかっていう話になっちゃいますんでね、うん、で中川家のレイジーズもね、まあ、ええんでしょうけどあの辺なんかで言うたらちょっともう仲良くなってる部分とかも全然あるじゃないですか。あーはーはーでやっぱどうしてもね自分は本人はそういう意識はなくても感情輸入もするでしょうし、うん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 まあ、その辺はね、まあ、だからこそのトロサーモンだった、まあ、和牛はねもういつでも取れるやんっていうような思いがみんなにもあるかもしれないしね、はいうん、でまあそんなお笑いコンテスト、はい、出た経験ある身としては、はいうん、ねえこれもう僕ら出てる方の方からしてもね、うん、もうまくそこは知らないんですけど、うん、あの人が優勝するんちゃうやろうかっていう裏での話ってあるわけじゃないですか、うんうんはあはあはあで実際優勝してみたりとかね、うん、でまずね一番を引きたくないっていうのがみんなトップ引くときついんですよ。あ出演順ね、うん、ですねそこだけは引きたくないなっていうところからでしたけれどもね、うんうん、で僕らの時にもそうですけど実際あそこが優勝するんちゃうって僕らが言うてた中で、うん、ABC の笑い新人の時ですかね、はいはいはい、あそこが優勝するやろうって言うてた中で、うん、その優勝するやろうと思われてた人が一番引いちゃったんですよね。はい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 、でそのことによってもう凍りつくような感じになってしまってさすがにこれで優勝はないでって言うてたら、うんうん、やっぱもうさすがにちゃうところが優勝はしましたけどでも結果なんか賞はもろ出たし、うんうん、ねえまあそのいろんな大人の事情があるじゃないですか、うん、会社関係もそうですし、うんうん、まあその言うてるような人間関係とかね、うん、もう感情輸入もあるでしょうし、うん、そこら辺がいろいろあるとは思うんですけどもうしゃあないかなともうその分かった上でね、うん、まあみんな出てはるわけやし、うんやってるわけやし、うんでまあ、見てる方もねもうそこをやいや言うんじゃなく、うん、買った人にはね、うん、おめでとうということでええんじゃないかなと、ねうん、でまあそんな中で、はい、あの女芸人ナンバーワン決定戦 THEW っていうのが去年から始まった、はいはい、これ日テレ制作で、まあ、チャンネルでいけばいわゆるここだけが持ってなかったんでね、はいまあ、自分たちも何とかしてっていうことでやったんだけど、うんうん、これがねまあ、なかなかにね、うん、批判も多くてね、はい、まあ始まる前からよ、はいね、女芸人っていうことで言ったら、うん、要は女性を特別視してるんじゃないかと、はいね、そうやって区別すること自身が、はい、これ女性蔑視というか女性差別っぽいんじゃないかとまで、うん、これ世界的な流れやから、はい、だから無邪気に開催できる日本は、うん、実に寛容で自由な国なんていうねそういう皮肉めいた言い方をしてる、うん、そういう海外の声もあったりとかこれはね女性だけとか男だけとか女だけとかっていうのはどうも好きにはなれないんですけど ね、うんうん、まあ日テレの思惑としてはね、うん、なんだかんだ言いながらね M1 でもそうだしキングオブコントでもそうだし、はい、で R1 でも女性が優勝っていうのはそれこそ、はい、まあ昔はあったんだけど、はいはい、ここのとこないと、うん、だからもっと女芸人にスポットを当てたいっていう思いからなんだけど、うんはい、果たしてこれがっていうことでね、うん、でまあ個人的にはね、はい、まあ日テレこれ昔っていうかエンタの神様が特にそういう批判を浴びてたというか要はね客席の笑い声をね、はい、ガンガン MA で足してた、はいはいはい、しかも不自然なね、はい、同じような笑い声を何回も何回も、うん、もう耳につくうざいっていうで今回生放送よ、はい、ねあのザ・W、はい、でも同じような、うん、要は声が視聴者から、うん、もうガンガンとネット上では大にぎわい気になる部分はありましたね。はい。で、やっぱりね、そんな同じような笑い方を何回もするかっていうのが一番気になるんだけど、うん、あれ、はっきり言って、現場でね、はい、生で足してる、うんうん。で、実はそういう声があって、はい、日テレの広報の方はね、はいはい、効果音の使用は一切ございませんと、否定してるって言うんだけど、うんうん、効果音じゃなし、あれね、サンプリングなのよ。笑い声を要はサンプリングしてでどうやって出してるかというとキーボードあるやん、はい、鍵盤ね白鍵と黒鍵のところにいろんな笑い声を入れてるわけ、はいはいはい、でピッと押したらワハハハ
とかね、うん、こっちキャーとか、うん、あの独特の引き笑いじゃないけど、はいはい、そんな声とか、なんかこのネタにその笑いはなんかおかしいんちゃうの、うん、っていうような笑いが出たりするのは、うん、そうやって事前にサンプリングしてた笑いをいわゆるそのキーボードにこうやって割り当ててやれば、うん、前で要は客席がちょっと湧いたところに適当にやっていけば、要は笑いを足してると、効果音じゃないよね、はい、本当の人の笑い声なのよ、それは間違いだ、ただ足してる、いらんような気するんですよね。もうどっちかって言うんであればね、うん、もう今 D ボタンあるじゃないですか。はいはいはい、はい。D ボタンで視聴者の人に投票してもらうようにすると、うん、もう客席の笑いも全部消したらいいんですよ。ほんなら自分の笑いだけで審査できるわけですから、もうそれが一番もう綺麗なんじゃないかなと。そういう意味ではね、はい、ザ・ W は一般審査員395名、はい、これまあ別室に待機させてたけど、はい、それとゲスト審査員6名、はした401名ということで、はいはい、まあ審査方法としては、ある意味公明正大だし、やる方としてもね、うん、いつも舞台でやってる感じでやれたっていうことでは良かったのかもしれないけど、はい、うん、で、結局、昨年第1回の優勝はユリアン・レトリーバー。1000万円持ってったと。なんかね、うん、他の出演メンバー見ててもそうですけど、うん、ユリアンを勝たそうとしてるのかなみたいな感じに思えちゃうようなね、実際は死にませんよ、実際は死にませんけど、がなんかそういう風な感じがしてしまうような他のメンバーであったりとか、ね、感じましたけどね。得票を見てもね、あの、はい、決勝だけ考えたら、うん、あのドラえもんのネタがね、はい、牧野捨ててこの、はい、あのポールダンス芸と、はい、あんなに差があるとは思えへんかったからね、うん、牧野捨ててこは僕は好きでしたね。ね、うん、で、あのほんまにね、そのコンテストとしてやるんであれば、うん、もうユリアンはええやんと、うん、もう売れてある人やしね、うんうん、であの辺が出るんやったらもっとああいう系の人がいっぱい出てきたらええんですよ、うんうん、でどっちかでええと思うんですよね、うん、まあ、あの人だけっていうのがおかしい話で、だからノラも出てなかったし、ブルゾンも出てなかったからね、はい、そう考えたら、うん、まあ自由参加だし、はい、ね、それからあれ一応参加するのに参加料2000円取られるらしいね、変な話ですよね、やら一切くれないけどね、賞金以外ないからね、はいはいはい、ということで、まあ今年のお笑い界ということでいくと、あの牧野捨ててこが、どこまで頑張れるかっていうのと、はい、ニャンコスターがいつまで持つのかっていうあたりかな。ニャンコスターさんもね、うん、あと自分らがどれだけ頑張るかと思うんですけど、牧野捨て子さんに関してはね、うん、どっかこう、使ってあげへんと、まだとないもならへんと思うんで、どっか使ってあげていただけたらなと、まあ僕関係ないんですけどね。はい。ということで、はい、まあなんだかんだ言いながらもね、今年2018年も1年間、まあお笑いとともに、テレビドラマの方もしっかりと楽しみたいと思いますね。はい。はい、